はいで,マリスです本日なんですけれども、シリウスステイクス、こちらの最終決算を取っていきたいなと思います。そしてね、えー、全然日曜住所だと思って余裕で、前列配信しようかな,なと思ってたらね、土曜住所だったんですね。えー、びっくりしましたと。で、土曜住所のね、前列、土曜の前列が配信しようと思ったんですけれども、あのすいません。今ね、ちょっと VTuber にハマってまして、まあ、そちらの配信を見ていたらですね、この時間になってしまったということで。 配信はなしにでねまあ白山大笑点ですね先週の土曜日、えー、久々に劇中というところでか、まあ、みしめていたんですけれども、まあ、日本テレビ杯そしてマーキュリーカップで手痛くやられてしまったなといった印象です。 でで日本テレビアに関しては、ね、何をされておきが4着というところで、まあ、動画で挙げた、えー、2番手、3番手、4番手の決着でしたね、まあ、非常に悔しいですしマ、まあ、リンカップも、ね、ダブル褒めで絶対死していたアンモシエラが4着ということでね後ろ、えー、バテそうより硬いよと、まあ、ゴ,ーゴーしていてのあれだったんで非常に恥ずかしいんですけれども、まあ、どちらも4着で嫌な流れは来ていますが、まあ、しっかり、ね、切り替えてここでは皆さんに誇れるような予想をしていきたいなと思いますので 頑張っていこうかなと思います。またね、えー、平場の勝負レッスンはメンバーシップで上げていきますので、ぜひ、ね、今のうちにチャンネル登録お願いします。ということで、早速、本命から行きましょう。本命はグリューブルムにいたしました。 で、今回ね、5ヶ月の休み明けにはなるんですけれども、一周前にアンドレアッシュに乗ってもらってね、負荷をかけれたっていうところと、まあ最初追い切りでもしっかりたくまくんに乗ってもらって時計を出しているっていうところで、まあある程度休み明けですけれども、走れる状態にはあるのかなと個人的に思ってます。で、前走はね、初級戦ですし、まあスローペースをね、まあ中段から行きましたし、まあ暑さにやられたのかなと個人的には思っていて、当日、 気温がね、14時時点で28度を観測しているというところで、まぁ、あ、人営コメントからもね、今回の気球動車も気温が高くて慎重に調整していたというところで、まあちょっと暑さに弱いのかなと思いつつも、まあ今回もね、中京暑いんで、まあ、ちょっとそこがね、気がかりではあるんですけども、まあそれを差し置いても、まあ、ここまで人気がないのかっていうのでね、もうおつみおみみはあるかなと。 思っていますし、まあ、今回あの、この馬が大好きな外国人ジョッキーのアンドレアシュ乗ってくれますし、まあ、結構追ってくれるジョッキーなんでね、まあ、最後まで楽しめるかなとは思っております。でね、個人的に評価しているのが5相前で、まあ、勝ち馬オーサムリザルトっていうのが、まあ、今回ね、渡米していく重賞連勝中の馬ですし、2着のメイプル・リッチーも えー、自走以降ですね、オープン勝利と。で、そのまどタイム差なしに走れてますから、まあ、ハンデ戦のここなら、まあ、やれてもおかしくないかなと、個人的に思っております。えー、対抗ですね、バイヤールにしました。まあ、実績はね、ここでも上位かなと思ってます。まあ、重症でも幾度となくキンに絡んでますからね。まあ、能力は、 ま確かなものかなと思ってますが、まあ、なかなか勝ちきれないので、まあ、本命には、ね、できないんですけれども、まあ、相手には熱、ね、く買いたいなと思ってますで今回、ね、5 7キロと、まあ、上位のハンデとは2キロ差ありますし満場とも、ね、手が合っているので、まあ、頑張ってほしいなと思ってますで、ね、約1年の休明けから叩き3走目で陣屋も、ね、使って上向いていると。 言ってるとここころもありますから,、まあ、ここらでねうち早いに、まあ、1枠1番2枠2番に、まあ、ハンデも重い有力馬たちいるんで、まあ、その2頭はねちょっと厳しそうなレース展開になりそうなんでまあ近量込みでこの馬がね外からちょいちょいと、まあ、行ってくれても面白いかなと思ってますし展開向いてもおかしくないかなと。 思ってます。で、黒三角ですね、ビクティファルスにしてます。で、今回ね、最小位切りやらないで、今回レースに挑んでくるんで、まあ結構冒険ではあるかなと、個人的に思ってます。まあ結構ね、この、まあ走る気なくなっちゃってるような気もしてるんで、まあ、陣営もどうにかね、もう一回走らせたいっていう手探りで、まあいろいろやってくるんだなと思ってます。でね、まあ、陣営コメントでも見てる通り、まあ、この最小位切りしないのが いい方向に出ればいいなと僕も思ってますはいでもまあ枠もね外目でまあキックバックも受けづらそうですし、まあ、引き続き傷状況に乗ってくれるんで、まあ、ある程度うまくねやる気をそがずにレースに挑めればいいなと思ってますでもずっと勝ってる馬なんでねこの、まあ今回も単勝をねちょちょいと握りつつ、まあ、レース楽しみたいなと思いますで、えー、今回から新しい星印 追加させていただきました。まあ、ここでは、注目馬ですね、えー、を一ってげさせていただきます。えー、今回は、カフジ・オクタゴン、こちらにさせていただきます。個人的に、ね、このまま左回りの方がいいのかなと思っていて、まあ、現状の成績だと、二、ゼロ、ゼロ、三ではあるんですけれども、まあ、この三に関しては。まあ、うち一層が G－I レースで、二層が二千百メートルですね。東京の二千百というところで、まあ、G－I ではさすがに厳しいのかなと思いますし。 中央どころだとね、やっぱり2100メートルだと若干距離が長いのかなと思いつつ、まあ、このままおそらく速い決着には向かないかなと思っていて、まあ、この2走がね、早い決着になっているということを考えれば、まあ、この3敗に関してはあんまり考えなくていいのかなと、個人的に思っています。で、今回ね、両馬場ですし、中距離900メートルなら、まあ、スピード決着よりもタフなパワー勝負になるんじゃないかなと思っていて、 でレパードステークスでも本命にしていいわけもらいましたし、まあ、外,外差しがね向いたとはいえ豪快な差し切り勝利でしたで今回ね外枠に入って動きやすいのも、えー、プラスかなと思いますし安城も藤岡雄介君に戻りますし人気もないですし、まあ、ちょっと注目馬に挙げさせていただいておりますで白三角ですね、えー、1番萩野アレグリアス2番オメガギネス、えー、4番ロコポルト 9番ビヨンド・ザ・ファザー10番カンピオネ15番ハピここまで印を回させていただいておりますねもう明日から G1 戦線始まりますからまあね皆さんここで資金稼いで29日スプリンターズ・ステークスに行こうじゃありませんかということでねこの辺で終わりたいと思いますそれではお疲れ様でした